アンドレ・ベセットはカナダ・モントリオールのカトリック教会の修道士、聖人、通称フレール・アンドレと呼ばれる。彼はカナダ・モントリオール近郊の小さな村の貧しい農家の12人兄弟の一人として生まれた。父は木こりをしていたが1855年、事故で亡くなり、その2年半後に母が亡くなる。幼少の頃から、 母から聖ヨセフの新人を教えられて育ち、それが後に彼を大きく動かす原動力となる。20歳でアメリカに出稼ぎに行き、22歳の頃、帰国し、聖十字架修道会という男子修道会に入会、修道士として聖願を立て、修道名をアンドレにし、主に修道会経営の学校の門番、及び選択係を務めた。ある日のこと、 エソを患ずらった同僚の修道士が切断の危機にさらされ、アンドレは修道院内の聖堂に安置されている聖ヨセフ像の前に置かれている行為をその修道士の足に塗った。すると、同僚の修道士の足は奇跡的に感知され、その噂はしばたたく間に広まり連日、その奇跡を求めて大勢の信者が修道院を訪れるようになった。アンドレは、 巡礼に訪れる人々を受け入れ、彼らにその交友を塗り、癒しをもたらした。奇跡を起こした交友は後に、聖ヨセフの交友を呼ばれるようになった。やがて、大聖堂が混流され、資金から建設に至るまで、順調に進み、1917年に完成した。生来、病弱であったアンドレは、聖ヨセフに対する崇敬を守り、91歳まで、長命を保ち、 1937年1月6日に死去。彼を成人に懇願する声が大きくなり、1982年5月23日、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世によって劣服され、2010年10月17日、ベネディクト16世によって劣勢された。ありがとうございます。